フレア、ここだよ。塔に通じてる水路。オーバーシアは今まで私たちを監視していた。あの爆発で死んだと思っていればいいんだけど。チャンスってことだよね。塔まであと少しよ。行きましょう。あの子もニールも工場にいなかった。ええ、もう。誰だ、何をしてる。銃を下ろしなさい。このおじいさん、テラセイブの人。何の話だ、俺は知らんぞ。腕輪がない。被験者じゃないの。被験者って何の話だ。おじいちゃん知らないの。島がどうなってるのか。一緒に逃げないと大変だよ。断る。ここは俺の故郷だ。出る気はない。美しい島を汚し、全てを奪い去るよそ者ども、お前たちにどんな災いが起ころうと俺も知ったことだ。ここは俺の場所だ。さっさと消えろ。この態度、誰かさんにそっくり。誰かさんってバリーのこと。私が左に行こうって言うと右に行く感じよ。絶対に話を聞いてくれな。わかる。私の兄さんもそうだった。失敗なんかしようもんなら、本当にもう最悪なの。ついてきて。すぐ行く。そこにいて。分かった。
そのはずよ。これは？お墓みたい。この上が塔のはずよ。オーバーシアに見つかってなきゃいいけど。上に行く方法を探さないと。急ぎましょう。どこに行ったのかしら。ねえクレア、実はさ、ニールのことなんだけど、一緒にいた時ニールの腕輪だけ色が全然変わってなかったもん。いつ死ぬかわからないあの状況で怖くなかったなんて絶対変だよ。そんな、確かに変ね。いくらニールでもありえないわ。これはニールのリスト。モイラ、ゲーブ、クレア、みんなの名前が載ってる。まさか島に囚われたメンバーだわ。クレア、それってやっぱり。ねえ見て。指示通り器の選別は完了。ご苦労様。それじゃあ約束した通り。何を。あら、約束通りウロボロスウイルスをあげたのよ。ソシリの犬め。貴様どこまで知ってる。テロ組織ベルトロが7年前にテラグリジアパニックを引き起こした時、裏で操っていたのは対テロ組織 FBC。代表である銀月音には右腕と呼ばれる後継者がいた。お見通しか。愚かな男ね。また FBC のドラマを演出するつもりでいたの。化け物が政治を語るか。クレア、もしかして泣いてるの？ううん、大丈夫。気持ちの整理をつけてただけ。ニール？ニール、これが俺のやり方だ。そんな。俺から離れろ。FBC の復興は幻。モルガン様。ウロボロス、恐怖の源。これこそその力。
追い詰めたわ、オーバーシア。